のね。おお。はい。お願い。ああ。いや。ねえ、うん、じゃあ行くか。いいかい？それって、はあ、ねえ、あいつ、まさか収容所から脱走したのか？どうする？助けに向かうにしてもマリエ軍の警備が限界すぎるぞ。私も賛成。さ、早く助けに向かおう。僕は反対だ。無計画に飛び込めばこっちまで捕まる。目の前の仲間を見捨てる気？見捨てるとは言ってないだろう。ただ考えなしに飛び込もうとするな。マリエ軍の数は多いけど固まってるわけじゃないっぽい。たくさんの少数部隊があちこちに散開してるって感じだな。敵は広範囲を警戒してる。だが個々の部隊は少数ってなら。あいつが捕まる前に周りの敵をぶったたくってわけだな。それならマリエ軍を撃退しつつ仲間を救出できる。やろう。わかった。なら僕も反対しないが、危機を感じたら即撤退だ。これだけは約束してくれ。そうと決まればあとはやるだけだ。行こうぜジョーカー。時間は限られてる。迅速に行動だ。よし、やるよ。オーケー、エル、勝手に突っ込んじゃダメだぞ。任せろ。いい位置取りだ。うまく隠れてる。オッケー、敵撃破を確認。いつでも来い。直撃コースだ。エリが突撃だ。いい突撃だ。我が輩だ。この状況は、これだ。アルセール、ジョーカー、敵を撃破。やるよ。
敵残り3体踏ん張って。よし、敵の増援しんどいけど頼むぞ。我が輩がここでペルソナだ。来たれ我が半身。手加減せんぞ。オッケー、敵撃破を確認。いつでも来い。よし、やるよ。全開だ。そこだ。イエルのアーム、敵に命中。外さない。イエルの射撃がヒント。この状況は押せ押せ。よし、ナイスカバーだ。そこだ。オッケー、敵撃破を確認。引導を渡してやる。いつでも来い。勝利のために。はあ、容赦はしない。やるよ、任せろ。さて、ジョーカー、敵を撃破。さすが、そうだ。そんなことある。モナが敵を撃破。みんなを続け。ボスカ大作戦、見事に決まったね。やあ、でも、はあ、ええ。ああ、お、
なるほど。いい？あのね。今日はありがとう。うまくいって本当によかった。あの時さ、すぐに仲間を助けたくて冷静さを欠いてたと思う。考えなしに飛び込もうとするなって藤四郎に言われてハッとしたんだ。なのに目の前の仲間を見捨てる気かなんてひどいこと言っちゃって後悔してる。そうだよね。けどうまく整理できなくて。藤四郎の言い分もわかるんだよ。私が倒れたら革命軍も崩れる。頭では理解できる。でも心が拒絶するんだ。逃げたら後悔するぞって。おかしいよね。戦うより逃げる方が怖いなんて。そうなの？意外だな。てっきり君は。誰だ？出てこい！僕だ！武器を下ろしてくれ。どうしろ？断っておくが、盗み聞きするつもりなんてなかったからな。来たら、たまたま君たちがいて出るに出れなくなったんだ。君が反省しているとか、僕に謝りたいとか、わざと聞いたわけじゃないぞ。そういうとこ、ほんと藤四郎。な、どういう意味だ。まあいい。それより、彼が君たちに礼を言いたいそうだぞ。お話し中、失礼します。皆様にお礼をお伝えしたく、参り戻ったであります。助けていただいて、本当に、本当にありがとうございました。であります。気にしないで。当然のことをしただけだよ。当然のことか。そんな君だからこそ、革命軍は君についてくるんだろうな。その勇気が僕には少し羨ましくもある。たまにイノシシのように見えるが。私も藤四郎のこと、亀やカタツムリや怠け者に見える時あるよ。おい、三つは多いだろ。悪口だぞ。そりゃ僕には特別な力はないし、戦場では足が常に震える。だが無駄に突っ立ってるわけじゃない。自慢じゃないが、生き延びるための策は人よりも知恵が働くと思っている。そう、その通りだ。ブレーンとして常に最善策を考える。それが君たちに報いることができる僕なりの戦いだと思ってる。どうしろ。君に信念があるように、僕にも譲れないものがあるんだ。誰も犠牲者が出ないこと。もちろん君の命もな。ありがとう。藤四郎の気持ちは分かった。これからは藤四郎を信じてもっと頼るようにする。僕も君の覚悟を背負う。だから力を託してほしい。もちろん、これからもよろしく。早速だが、一つ朗報がある。
彼から収容所について情報聴取をさせてもらっていたんだが、そこで得た敵陣や地形の情報から作戦を思いついた。本当？ああ、みんなが揃ったら作戦内容を共有したい。それまで僕たちも少し休もう。君たちも消耗してるだろ。そうだね、賛成。付き合ってくれてありがとう。ゆっくり休んでくれ。なあ、ええ、でもよ、実は言うことか。あ、だが、いや、敵だらけだ。これ以上近づくと見つかるな。聞こえるか、エル。あ、スタートポイントに到着した。私がサインを出したら作戦開始だ。まずは敵に見つかったふりをしろ。作戦で決めたルートを走り抜けつつ仕掛け罠を発動していってくれ。ゴールポイントまでうまくマリエ軍を誘導できれば作戦成功だ。了解、任せて。準備はいいか。3、2、1、よし、行け。貴様、ああ、どうしよう、隠れてたのに見つかっちゃった。急いで逃げなくちゃ。パンサーだがいい感じだ。そのまま頼んだぞ、エル。敵増援、なんでこんな。よし、
よし、行くぞ。時間がないからな、ちゃっちゃと行こう。来い。テルソナ、頂戴しよう。一網打尽だな。我が輩が。
容赦しないかんね。これを。あ！ねえ。あ。やってんであります。では行こうか。
チェックメイトだ。敵増援、なんでこんな。俺の出番だな。暴れるとしようぜ。うまい、決った。オッケー、敵撃破を確認。いつでも来い。帰りましょうか。おい、敵陣営が崩れてる今、攻め込むチャンスかもしれないわね。エル、この次は。待って、その話の前に提案があるんだ。どうしたの？同盟関係にある怪盗団と革命軍だが、その指揮を東四郎に任せたい。僕に？うん、今回の作戦で確信したんだ。革命軍のリーダーは私だし、怪盗団のリーダーも彼なのは変わらないけど、東四郎は全体をまとめる役をしてほしい。君ならきっと勝利に導いてくれる。君はどう思う？引き受けてくれる？どうしろ。そこまで言うなら。自分で言うのもなんだが、僕は力よりも頭で戦う方が向いているしな。決まりだね。頼りにしてるから、これからもよろしくね、どうしろ。うむ、こちらこそよろしく。革命軍の戦力も充実したし、新たな総指揮も就任した。あとは敵の頭マリエを撃つだけね。思いっきりやってやりましょう。
いよいよか。マリエとはでかい戦いになる。準備は万全に整えとけよ。革命軍の数かなり増えたね。これならいけるんじゃない？うん、戦力は十分だ。マリエとの決着も近いね。決着か、そのようだな。しかしあれ以来マリエが姿を見せないのが気にかかるな。どのみち私たちが城に向かってくることが読まれてるのかもね。来るなら来いってことか。だとしたら相当の自信だな。実際マリエのいる城は難攻不落だ。正面突破じゃまず越えられないだろうね。ってわけで作戦を提案するよ。名付けてバタバタコソコソ潜入作戦。作戦名が不安になるほどダサい。順を追って説明するね。最初の目的は城の前の広場だ。まずはここを占拠して広場を制圧する。それまでは怪盗団も戦いに参加してほしい。でそこまでがうまくいったら革命軍はあえて城に正面突撃。その隙に私たちは城に潜入ってことだね。その通り。警備が手薄になるであろうルートはいくつか絞ってある。俺らはいいけどよ、革命軍の奴らがやべえんじゃねえの。敵の攻撃もろに受けることになんだろう。龍二殿、我らを見くびらないでほしいであります。おお、いつの間に。我らもあなた方と同じく自由のため戦う戦士。ここで奮戦できずしては革命軍の名がなくであります。お前ら隊長殿も潜入班として同行をお願いしているであります。革命軍を代表しその手でマリエを打ち倒してほしいであります。だからどうかここは信じてほしいのであります。ここまで言われては是非もないな。そういえば私たちがこうやってちゃんと誰かと協力して戦うのって初めてじゃない？改めてここでの私たちは運命を共にする同志だ。怪盗団には革命軍が、革命軍には怪盗団が、互いに心強い仲間がいることを忘れないでほしい。こちらこそ共に勝利をつかみ取ろう。じゃあ決まりだな。マリエに一泡吹かせてやるとしようぜ。盛り上がってんじゃねえの。ここまで来ると確かに革命軍って感じすんな。うん、俺は壮観だ。どうしろ、さっきから全然喋ってないけど、もしかして緊張してる？緊張？年長者の僕が？冗談はよしてくれ。いや、すまない。実を言うとずっと気が気じゃない。んだよ、また戦いたくねえとか言い出すなよ。大丈夫だ、それだけはない。少なくとも
今が戦わねばならない場なのは分かっている。その気持ちがありゃ十分だよ。気負う必要ねえって。スカルの言う通りだ。ま、我が輩たち怪盗団がついてんだ。大船に乗ったつもりでいていいぞ。それは頼もしいな。ありがとう。こちら準備完了であります。隊長だろう、ご指示を。うん、分かった。みんな、いよいよ最後の戦いだ。不当な搾取も圧政も今日この時で終わりにしよう。私たちが本当の意味で生きるために、自由を勝ち取るために、君たちは私と、私は君たちと共にある。どうか持てる力の全てを貸してほしい。見事な号令ね。こっちも負けてられないんじゃない？よし、ビシッと頼むぞ、ジョーカー。うん、やられた分100倍にして返してやろう。いくよ、全軍突撃！革命の時は今だ。よし、あとは潜入するだけだが。分かっちゃいたけど、敵の数半端ないな。革命軍たち大丈夫か？我らの心配は無用であります。ここは我らに任せて、隊長たちは城へ。結局はここが踏ん張りどころ。革命軍の底力見せてやるであります。みんな、分かった、敵は任せたよ。マリエのやつすぐにぶっ倒してくるからよ。急ぼう、ジョーカー、時間はないぞ。
功だな。革命軍のみんなも頑張ってくれてる。ここまでは成功だね。東四郎もかなり様になってたよ。単なる号令係だ。あれぐらい造作もないことさ。足めっちゃ震えてっけど。相当緊張してたご様子だな。さて次はマリエの居場所だが、多分城の最奥部よ。ぼんやり記憶が残ってる。助かるぜクイーン。なら目的地は決まりだな。早速だけど近くに敵だ。侵入はバレてるみたいだな。任せておけ。すべて切り伏せる。侵入者発見、侵入者発見。反逆者は排除せよ。いいか、準備万端だ。行きます。覚悟しな。切り伏せる。よし、準備万端だ。俺の出番だな。こいつでどうだ。俺のトリガーが悪い。敵を撃破。いいぞスカラー。切り伏せ。覚悟しな。ケチロス。外さんぞ。オッケー。敵撃破を確認。うし、行くぜ。ベルソナ。ほら。準備万端だ。ペルソナ開幕としよう。ケチラス、ゴエモン。敵を撃破。フォクス、モンドだ。切り伏せ。うん、頑張るね。準備万端だ。よし、覚悟しろ。どっせい。撃ち抜く。敵を撃破。ノアル、もっとやれ。惑わせ、ミラディ。敵を一気に撃破。一網打尽だな。
切り伏せる。俺の出番だな。ぶっ込むぜ。おい、オッケー、敵撃破を確認。ケチラス、ペルソナ、ウェモン。オッケー、敵撃破を確認。敵が増えたか、冷静にな。敵は2体、あと少し。行きます。サンド。オッケー、敵撃破を確認。せー、敵は全滅。ヒドリオワール、華麗に決めたな。ご苦労様でした。次も頑張ろう。